安中春名駅は、群馬県安中市東上秋間にある、東日本旅客鉄道北陸新幹線の駅である。2020年4月現在開業している、北陸新幹線の駅の中で、唯一の新幹線単独駅である。整備新幹線建設のための財源枠組み計画による、地方負担分の拠出に際し、群馬県などの沿線自治体は、 県内に駅が設置されないのであれば負担分の拠出はできないとしたことから当駅の設置が起とされた。建設時点での過剰は新安中であった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。対比線がないため可動式安全策を装備している。駅構内には緑の窓口、自動券売機、指定席券売機が設置されているほか、 待合室及び立ち食いそば等の売店がある。小木の屋による主な駅弁は、下記の通り。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は284人で、ある利用客数1。北陸新幹線の駅では、最も少なく、JR 東日本管内の新幹線駅でも岩手、沼区内駅に次いで2番目に少ない数値である。 ただし、岩手沼区内駅は、在来線から転換した IGR、岩手銀河鉄道が1日平均で、約1000人の利用があるため、新幹線と合算すると、駅全体の利用者は当駅の方が少ない。近年の推移は、以下の通りである。駅前かつては駅前にコンビニエンスストアが営業していたが、2013年に閉店し、それ以後は商業施設が全くない状態となった。 駅前広場周辺にはさらちが広がっており、建物等の新規建設見通しは立っていない。およそ一般的な新幹線駅の駅前イメージとは、かけ離れており、停車する列車の本数も限られているため、飛行駅の一つに挙げられることもある。開業後の1999年以降、首都圏への新幹線通勤を促進する意図で、JR 東日本が中心となり、住宅地、 ビューベルジャンナハ春ナの開発が行われ、2003年に分譲を開始した。夏には駅の駐車場で秋間農業祭が行われる。駅名に春ナと関されているが、駅北側にある高崎市春ナ地区や観光地である春ナ山に向かう路線バスなどの公共交通機関はなく、これらの地域の玄関口になっているとは言い難い。なお、 これらの地域へ向かう路線バスは、隣の高崎駅から運行されている。当駅から、春名地区及び春名山方面を結ぶ道路も、2003年11月に、県道下も似た安中倉淵線の安橋場見トンネルが開通するまでは、大型車両の通行が困難な片側一車線の峠道を通らねばならなかった。バス乗り場のバスボルテックスアークの磯部駅。 安中駅方面への路線バスが発着する。東日本旅客鉄道北陸新幹線高崎駅、安中春菜駅軽井沢駅駐車区、編集支店、編集。ありがとうございます。